皆さんこんにちは、えなつ画廊チャンネルのえなつです。今日はですね、近鉄百貨店四日市店の方に来てます。三重県ですね、三重県の四日市市の方ですね。今回のちょっとテーマが、こちら、昭和の絵画ってタイトルがついてるんですけど、もともとちょっとお話しいただいた時はアンティークをテーマにってことだったんで、なんかそれっぽい雰囲気のある絵を、取り揃えたんですけど、なんかタイトルが昭和の絵画って形になってたんで、ちょっとね、どうなんだろうという感じなんですが、でもね、こうちょっと本当にこれなんかね、キプニスさんのこの絵なんかも昭和の頃に作られた絵ですよね。こういうちょっとね、アンティークな絵を持ってきております。はい、結構ね、会場広いんですよ。なのでこうね、松本恵子さんの絵なんかも持ってきてますし、恵子さんの絵もね、すごく雰囲気あって僕大好きなんですけれど、こういう絵画を持ってきたりですね、あとよいしょ、こちら、ミヒャエル・クーデンホーフ・カレルギーさんの絵も持ってきたり、あと、山本宗平先生のもう、ね、昭和っていう言葉もね、なんか先生全然それ以降の先生なんですけど、なんていうか、ね、そういう雰囲気を感じさせるということで、この絵も持ってきました。で、あと、坂本ふささんのね、こういう片絵染め版画の絵なんかも持ってきてますので、9月の、7日から11日ですね、明日から9月7日から11日日曜日まで、ちょっと会期短いんですけど、四日市近鉄の方で展示してますので、ちょっとね、告知動画を撮ってみましたね。もう今お店は閉店して誰もいない状態ですけど、ずっと飾り付けやってました。はい、じゃあ皆さん、そういうことで以上、えなつでした。さよなら。